今回の動画ではある一つのことをやってほしいっていうね話をしていくんですが、これは受験生に限ったことではなくって、もう小学生から大学生、まあ大学生ね今課題でめちゃくちゃ忙しいんでちょっとそんな時間ないかもしれないんですけど、まあ学生みんなにやってほしい内容を話します。しかも全く大変じゃないっていう、もう労力がプラスでほとんどかからないことなので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。で、小学生であればちょっと自分自身よりもお父さんお母さんが聞いていただけるといいのかなというふうに思ってますので、よかったら最後までお付き合いください。改めましてどうも、ナイチです。今回ね話す内容は一つだけです。ある一つのことをやってほしいんですが、それが何かっていうと、みんなが、まあ、勉強するときにノートにやる方もいれば、まあ、自分の動画とかだとね、プリントアウトしてプリントにやってる方もいると思いますし、あとはルーズリーフにやってる方とか、いろんなタイプの方がいらっしゃると思うんですけど、やったものを残しておいてくれっていう話をします。すごいシンプルですよねそんなことかいって思うかもしれないんですけど、これねめちゃくちゃ大事で、やったものを結構捨てちゃう人とかいると思うんですよ。例えばなんか勉強しようと思った時に、紙ないかなって持ってきて、その辺にある紙にブワーってやって、あーしまったくしゃくしゃくしゃパーンみたいなね。でこれわいいっちゃいいんだよね、悪くはないんだけど、ただみんなのねこうハートが強い方はいいんですよ。例えばこの先、まあ、受験生であれば受験が終わるまで、まあ、病むことなんて俺にはないなみたいな、私病むとかちょっとよくわかんない、落ち込むとかないんだよねみたいな、自分のペースでいつもね前向きにポジティブに進んでいける、突き進んでいけるぜって思う方はね、もうこの動画止めよう、もう見る必要ないと思う。必要ないんだけど、ただやっぱ落ち込む時が来そうだなとか、まあ、普段が結構落ち込みやすいなって思ってる方は、自分が勉強やってきたものって、未来の自分がねそれを見た時に、あ、これだけ頑張ってきたんだって目で確認できる情報ってすごい武器になるんです。気持ちの面でそれを見ることによってさ、学力がめっちゃ上がるってことはないよ、もちろん。こんだけ勉強してきたんだな、わあレベル上がってくなんてね、そんな都合よくは起こらないんですけど、でもやっぱり自分が過去に頑張ったことってどんどん忘れちゃうの。内容が忘れるところじゃなくて、あの日こんだけ頑張ったよねっていう情報が忘れちゃう。どっちかというとサボった日とかやれなかった日とか、落ち込んで自分がダメダメだった日、こっちばっかり思い出すんだよね、結構ナイーブになってる時って。でもこう視覚情報で見て、あの日こうやってやってたなとか、こんだけ頑張ってきたんじゃんって、じゃあ大丈夫だよって思ってもらえる大きな材料というか大きな武器になりうるのね。そのためにもぜひ自分がやってきたものを残してほしいっていうのが今回のメインテーマです。でこれは結構自分の生徒にもずっと言ってきたことなんですけど、よくもらう質問としては、先生ノートにやったらいいんですか、ルーズリーフがいいんですかとかね、いろいろ聞かれるわけです。結論ね、これみんなも多分思った方もいるかもしれないから言っておこう、どれでもいい、どれでもいいんだわ。まあ、特権としては、例えばルーズリーフっていうのはさ、まあ、みんなも想像通りね、後から挟めます。このページとこのページの間にこの1枚を入れたかったとか、綺麗にね並べて整理がしたいっていう方はそっちの方が合ってるかもしれない。ただこれ性格にもよるんですけど、自分は大学受験の時とかはノートとルーズリーフ併用してました。でもノートの方がねちょっと比率高かったんですよ、勉強自主勉とかの時はね。なんでかっていうと、ノートって、まあ、だって40ページぐらい、まあ、紙が40枚紙があるとするじゃないですか、40枚ね。でそのノート1冊40枚やりきったのと、ルーズリーフ40枚やりきったって同じじゃないですか。同じ、まあ、A4 で統一したらさ同じ内容でしょ。でもルーズリーフ40枚頑張ったって見るのと、ノート1冊やりきった、自分がね勉強してやりきったって、俺達成感がノートの方がね味わえるんですよ。あ、こんだけやったわみたいな、同じ量なんだよ。でもそれでもね、自分の性格なの。みんなにこれを押し付けるつもりはないんだけど、今回言ってるその取っておく、やったことを取っておくメリットは未来の自分のためなの。誰のためって、未来の自分のためにやってる。だから未来の自分が振り返った時にプラスエネルギーをよりもらえるのはどれかなって考えてほしい。それはノートじゃなきゃダメ、ルーズリーフじゃなきゃダメってわけじゃないから、いい。みんなと、みんなのなんだろう、内面と向き合って考えて、それはみんなに任せるから。ちなみになんですけど、一個質問があって、皆さん、日記って普段書かれたりします？もしくは書いてた時期があったりしますか？自分はね、めちゃくちゃ三日坊主の性格なんで、何度も何度も書こうとして、まあ3日、長くて10日ぐらいで、
こう習慣ができずに終わっていった人間なんですけど、もしねみんなができるんであれば、その勉強ノートとか、勉強ルーズリーフを作るじゃないですか。その時にどこでも構わないです。できればね、そのページの右下とか右上とか統一してると探しやすいんでいいんですけど、勉強が終わった後に一言でいいから、長くなくていいから、時間かけなくていいから、日記みたいな感じでその勉強を終えた時の感想というか、本当素直な思いでいい。もう本当に落ち込むとか、もう病んでるとかいいの、負のオーラ出しても構わない、文面だ、自分のためだから。それを書いておくといいです。これはね、自分が受験生の時にやっておけばよかったなっていつも思うことなんだけど、その日記を書いたことがある。その続けてる人に話を聞くとさ、やっぱりそう、読むと、昔の自分を読むと、あ、こういう時があったなって、落ち込んだ時があったな、でもそっから頑張ってきたんだよな、その気持ちの変化というか、それをさ、やっぱり遡ることができる。できるし、書いてる時も自分の中でそのなんか悶々としてるというか、こうね、負のオーラとかもあるわけじゃんか。それを文章に起こすことによって、やっぱり自分の中で考えがすっきりするんだって。その効果はね、その大小あると思うけど、もちろん。だからそれで、それを続けていってるって書いてあって、あ、それいいなと。だから勉強においても、みんなってやっぱ勉強してる時ってさ、特に受験生なんていっぱい悩みがあるわけじゃん。それを文章に起こして、で書いていく。もちろんさっきも言ったように長く書く必要はない、いっぱい書く必要はないんだけれど、自分の思いを書いていって、さっき言った未来の自分がそのね、過去の自分を見た時に、あ、この日怖く、この日連続で落ち込んでるなみたいな、あ、病んでたな、この日そうだったなみたいな、でその病んでる時にさ、ないないちゃんと喧嘩したんだよねとか思い出すかもしれない。でも過去を思い出してクスって笑えた瞬間ってめちゃくちゃ成長してるんだよね、自分の中では。それも受け入れて、そっからこう、はなんだろう、這い上がってというか、階段を登ってきたわけだから、そういった自分の変化にも気づけると思うので、これは強制はしないです。強制はしないんですけど、ぜひなんか一言で構わないので、毎回毎回こう終わった後にね、なんかささささって書く、自分の思いを書いておくと、自分はね、絶対やってるけど、もうほんとね、センター試験の前と、今センターじゃないけど、センター試験の前とかで、こう、読んだら、もっとプラスのエネルギーもらえただろうなって思うから、だからよかったらやってみてください。で、さっきも言ったように、場所決めておかないと、日記、どこってなっちゃうから、毎回右上って決めておいたらさ、パラパラパラって右上にずっと続くでしょ。探しやすくなるので、よかったら参考にしてみてください。最後に、今回なんでこの話をね、したかっていうのをちょっとだけ喋らせてください。みんなもね、ご存知の通り、コロナの感染者が今どん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 また増えています。で、いつもね、毎年コロナとか関係なしにこれは生徒に言ってたの、その作っておけよって、絶対未来の自分に役に立つからって。で、今年のそのコロナ禍にいるみんな、学生のみんなね、にとってはいつも以上にそれがプラスになるんじゃないかなって思ってます。もしかしたら今みんなはすごいいいモチベーションでね、こう、受験ってマラソンっていうか、勉強もマラソンだと思ってるから、こう走れてるかもしれない。でもいつも以上に、例年以上に、急にね、いろんなストレス、コロナでさ、いきなり休校になるかもしれないから、ペースを乱されて病んじゃうというか、心がね、ああ無理ってなる瞬間が今年はすごい来やすいと思ってる。で、それを救ってくれるというか、助けてくれるアイテムとして絶対役に立つの、例年以上に。で、今もしかしたら今までそんなことやったことない方はね、いやそんなないよって、俺関係ねえよって思うかもしれないんだけど、でもさ、そのなんか余計にめちゃくちゃいろんな大変なことやってねって言ってるわけじゃないじゃん。どうせ勉強するんだったら、勉強したものをくしゃくしゃポイってするんじゃなくて、ちゃんとノートとかルーズリーフ専用作ってまとめておいてねってだけだから、そんなね、プラス30秒か1分で終わる内容じゃん。だからなんか騙されたと思ってやっといてほしいなって思うの。みんなが病んでしまった時に、足を止めたくなった時に、頑張れ大丈夫って過去の自分が俺背中押してくれると思うんだよね。なので、もう強制はしない、ね、自分が言ったことが絶対合ってるとは思ってないからさ、強制はしないんだけど、なんか騙されたと思ってやってもらえたら嬉しいです。そしてなんかいつかね、本当は一番は落ち込まないで走り切れるのが一番いいんだけど、みんなが足を止めたくなった時に、こう過去の自分がこれをね、取っといてよかったって、頑張ってきてよかったって思う習慣が来てくれたら嬉しいなと思っておりますので、よかったら参考にしてみてください。